アブレカチャンネル。どうも、こういちです。よろしくお願いします。ということで、今回は、アブデカを支えた、湾岸署メンバーを、はい、港署ですね。あ、港署か。踊る大捜査線。そうだ、俺、いつも湾岸署って言ってしまうんですよね。まあ、踊る大捜査線は僕の大捜査線。なんかね、湾岸署で、すいません。はい、港署ですね。港署ですね、はい。申し訳ございませんでした。港署メンバーを紹介していくということで、じゃあ、まずは、はい。はい、まずは、まあ、近藤課長からですよね。俺もそうですね。はい、もう大好き。中条志蔵さんが演じられた近藤さん、近藎課長ですよね。近藎拓三って名前だったんですね。ね、俺それも知らなかった。そうなんですね。まあ、みんな近藎課長ってね、覚えてると思うんですけど、はい、大バカ者と。あれが本当に高野裕二のその暴れっぷりをね、うん、逆の意味引き立たせますよね。そうですね。暴れれば暴れるほど、大バカ者と。そう、近藎課長がいたから、こう危ないデカのその、現場がね、こう、高野裕二で、悲壮感のない、うん、ある意味その現実離れした二人のこう活躍なんですけど、うん、あ、でも現実に引き戻してくれてるかもしれないですよね。 その地に足ついたドラマになるための本当エッセンスとなってくださってたみたいな、うん、いや本当そうですよね。だからそういう意味で言うとやっぱり確かにそうやな。近藎課長は署長だったり県警本部というのがあって、そうですね、要はその中間管理職の悲哀がちょっと出てますよね。そう、それがもう本当に綺麗に出てるじゃないですか。わしはね、その無事に定年を迎えられるのかと、お前らのせいでとかね、そういうのとか本当よく見えますよね。そうそうそう、俺もなんかその、アブデカ見てて印象的に残ったシーンで、分かった分かった、俺が怒られればいいんだろうって言いながら所長のとこ行くとこあるんですよ。 ありますね。はいはい、分かりましたよ、俺が怒られればいいんでしょって言いながら、所長のところへもうプンプンしながら行くっていうシーンとかあって、めっちゃ笑ったりしたんですけど、あのあたりはなんかこう、会社勤めとかされてる方であれば、こう、中間管理職ってやっぱりこう、板挟み、要は部下からの突き上げがあり、上司から押さえつけられ、みたいな。そう、それがね、本当に。表現されてますよね。表現されてましたよね。それで、ピンチになるとでもやっぱり、そう、頼りになるんですよね。頼りになるんですよね。そう、ちょっとかっこいいところもあるんですよね、だからこの人。だからね、その上司にしたい、ね、芸能人みたいなのもね、うん、ありますけど、うん、もう近藎課長って言いたいぐらい、やっぱ入りそうですよね、今もしランキングがあって、うん、ねえ、ガミガミ言うけどやっぱ頼りになるし、そう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 、最後はね、その責任を取るっていうところがすごいですよね、うん、なんかそう、最後さらば危ないデカでも近藎課長への思いというものがやっぱり映画から感じられるぐらい、うん、本当に亡くなられたのが残念だし、そのアブデカのね中で本当にその柱、そうですね、存在感がやっぱ大きかった、大きかったんですよね、うん、だからうちの妻なんかは近藎課長がいないアブデカはアブデカじゃないっつって、近藎課長、要は中条さんが出てらっしゃらないシリーズのところとかはいまだに見れないって言ってますもんね、うん、だから気持ちは分かりますね、そのやっぱりね、あそこの課長の席に中条さんがいてほしいっていうのはね、そうなんですよね、アブデカのその往年の班はやっぱりそれは、うん、あるんですよね。うん、だから、中条さん亡くなられた後は、小林蓮司さんとかもやってたりとか、はい、ね、まあ、で、さらばではね、トールが課長になったっていうとかもありますけど、はい、まあ、それはね、それで、まあ、全然素敵なことだと思うんですけど、はい、まあ、うちの妻なんかそういう意見を持ってるみたいですね。ですよね、それぐらいやっぱり存在感があって。うん、大きいんですよね。うん。で、実はこれ、面白いのが、メイキング映像とかだと、はい。中条さんもちょっとお茶目なことしたりするんですよ。これは一切そうなんですか。これもね、いや、それはちょっと見たいっすね。見たくなると思います。あ、メイキング映像見れるなんかあるんですか。ね、映画 DVD の特典みたいな。特典の中に入ってたりするんで。へー、それは見てみたくなりますね。可愛らしいと言っていいかあれなんですけど。いやいや、可愛らしい人だと思います。はい。はい、素敵です。もう。それはぜひ。ね、見てみたい、ね、うん、ぜひそれはね、それを見てもらいたいぐらいなんですけど、ですよね、まあ一人やっぱ近藎課長ですからね、はい、で続いては続いて松村課長ですからね、松村課長、要はその浅野敦子を扮する薫の上司にあたる松村課長、はい、要は木の実奈々さんですよ ね、 ですね、少年課の課長なんですけど、やっぱり、まあ、テレビ静か見ると薫、はい、と松村課長のこのファッションっていうものが、あ、ファッションか、ファッショナブルですよね、当時からも確かに、まあ言ってしまえば少年課の課長、課長ですもんね、ね、かけ離れためちゃくちゃおしゃれな格好をしてるわけですよ。確かに
ホットパンツっていうんですか、はいはいはい、ありましたね。レザーが似合うし、ファンキーなね格好も確かに確かにしてたしてた。そう、そのやっぱファッショナブルが、うんうん、2人ですよね、カオルと松村課長の、うんうん、はい、それがなんかこうアブデカのタカとユージのその男らしい格好さに加えて、女性のね、まあ、ファンというのも、まあ、そこもあったんじゃないかなという、女性から見てもかっこいい2人がいたというのが、うんうんうん、やっぱ松村課長のすごい存在感がありましたね。なるほどね。で最初っていうか設定では、少年課の課長ですよね。はい、で後に所長になったんですか。後にはね所長になってますね。私それは存じ上げなかったです。そうなんですね。所長になったり、あとはそのさらばではその NPO 法人で、はいはい、横浜を、守る会だったかな、そういうポジションにもなったりとか、まあ、どんどん、まあ、偉くなったりとかですね。で映画になったらこう昔のそのつてっていうんですかね、はい、でバイクのその仲間暴走族みたいのを引き連れて、ユージを探すシーンが、なるほど、レディースのそのなんていうか、はいはい、束ねてたリーダーみたいな過去そういうことやってたのかなみたいなのが伺わせるシーンがあるんですね、はい、あるんですよね。そういう事例があったりとか、フォーエバーでは松村課長がショットガンぶっ放したりとかするすげえ、はい、でその車をユージが運転するっていう、またこれもね、はあ、なんかかっこいいですね、うんうん、やっぱり存在感があったし、かっこよさとかその女性のねファンをうまくこうアブデカのね世界に連れてきてくれたのが松村課長なんじゃないかな、木の実奈々さんですね。なるほどなるほど、確かにな、かっこいい女性っていう感じですよね。そうですね、かっこいいですよね、うん、確かにファッションも本当に鮮烈なというか、なんかこうインパクトがあってね、で笑顔がめちゃくちゃ素敵じゃないですか、うん、確かに、まあ、あのスマイルはもう本当にね素敵で、現場の雰囲気もねきっと変わった。そうですね、はい、なるほど、はい、松村課長で続いて印象的に残った、はい、ね、まあ、パパさんですかね、やっぱりパパさん、パパさん、はい、吉井ですね、はい、近藤課長が最も頼りにしてたのはパパさんかもしれないです。なるほどなるほど、はい、まあ、危ないデカの世界の中で最も危なくないデカというか、あ確かに安定感がある、確かに、はい、最も危なくないかもしれない、あの人言ってみれば、逆に言うと本当に安定感があって、縁の下の力持ちで、まあ、タカとユージも頼ったりしますし、そうですね、なんかああいう人がやっぱり一人いないと成り立たないのか、確かに、まあ危ないデカだらけだとなかなか大変ですよね、あちゃめちゃになっちゃうんですけど、パパがいることによってね、その慕われてる感じもありますし、パパさんはどうなんですか、サラバも出てらっしゃったんですか。サラバも出てます。あ、もう最後も出てらっしゃった、刑事を、辞めてから料亭を、料亭、はい、パパさんは料亭をしていて、そこにユージが訪れてちょっとね懐かしい話をしたりとかするシーンがサラバにあるんですか。あるので、そういう意味では本当にね最初からも最後まで出てらっしゃるんですね。出てる。あんまりこのアブデカ以外でお見かけした記憶がないんですよね。俺、僕もそうなんですよね。そう、あの山西道博さんっていう役者さんですよね。僕も他のねあれがないんですけど、あんまり記憶ないんですけど、でも刑事物とか多分出てらっしゃったんだと思う。なるほどなるほど、まあ、僕も本当にアブデカの中のもうパパという、そうですね、はい、なんかそうですよね、いつもなんか奥さんにいや今日も泊まりなんだみたいな、なんかこうそう、なんか言い訳するというか、う、要は奥さんの尻に敷かれてるのかなみたいなシーンとか結構ありましたよね。ありますね、うん、でそういう時に限って事件が起きちゃうっていう、いや俺もだって早く帰りたいんだよみたいな、なんかそういう、うん、まあ、役でしたね。そうですね、なんかそういう愛妻家というか、そうですね、そういうシーンもありましたよね。そう、パパがまあそういうね安定感を入れてくる、はいはい、で、続いては谷村さん、谷村、うんうんうん、刑事役、はいはいはい、筋肉、はい、キャラですか。筋肉キャラです。序盤はねそこまで筋肉キャラじゃなかったと思うんですけど、アブネカはやっぱりこうねキャストの方々がそのキャラがね、キャラが立っていきますもんね。そこで確立されたのが筋肉キャラですね。なるほど、ブルース・リーのような、あ頭とかそういう感じのね本当にでも肉体美がすごいですからね。あーなるほどなるほど、それが、谷村さんですね。操作としてやっぱりパパとか、うん、あと、この後紹介する吉田さん、はい、吉田刑事と組むことが多いは多いんですけど、やっぱりそのアクションだったりとか筋肉美、肉体美がすごくて、そのキャラとしてねこう確立されてる。なるほどなるほど、そうですよね、なるほど、
で、先ほどおっしゃった吉田さん。はい、吉田さん。はい、うん。秋山さんという、俳優さんですよね。ね。石原軍団だったんですよね。そう、僕それね、知らなかったんですよ。秋山さんね。この間ね、教えてもらって。そうなんです。なんか、うちの妻曰く、舘さんがすごい、秋山さんですね。可愛がってらっしゃったっていう話を、まあ、妻から聞いてたんですね。そうだったんですね。ヒゲがトレードマークですね、アブデカの中では。なんかね、調べてみると、結婚式のその、仲人というか、そういうのもね、されてたりとか。そうなんですね。すごい、関係深いってことですよね。なんからしいんですけど。で、その吉田さんは、設定として実家が病院と葬儀屋を経営してて、お金持ちの、まあ、要は御曹司というか。そうなんですよ。それで、どこのね、会だったかちょっと忘れちゃったんですけど、お金に困った港署のメンバーが、吉田さんにお金を借りるというシーンがあって、何をやってるんだと、まあ、近藤家事がまたそれに怒るんですけど、うん、実家がお金持ちだから、はい、要は現金輸送車かなんかでその港署の給料が持ってかれちゃったとかそういうことあかれちゃったかもしれないんですけど、お金がないから、吉田さんなんとかなんないかなと貸してくれよと。で吉田さんはもう余裕なんですよね、お金持ちだから。なるほど。そういうシーンがあったという。へ、はい、この秋山さんって方、僕もアブデカで見たという、ね、方で、そうですよね。この作品はちょっとわからないんですけど、はい、アブデカの中に、まあ、安定感とか堅実なね刑事さんだったと思うので、それをアブデカにもたらしてくれた。そうですね、うん、確かに。ということで今回はアブデカを支えた港署メンバーということで、いろんな方ちゃんとかもね、いたしね、たくさんのこう言い出すとね、こうキリがたくさんいますけどね、はい、出てくるんですけど、まあ、ちょっと主要メンバーね、そこから語らせてもらったというところで、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。